どうもー、サモハンキンポーです。はい、今日はエネルギーのバランスについてお話ししたいと思います。えー、例えば何かお友達とご飯食べに行って、えー、別にこの友達のことは嫌いじゃないけど、めちゃくちゃ一緒にいると疲れるんだなって時ないですかあのーで、その人自体は悪くないんですけど、それは多分おしゃべりする側とされる側のバランスが取れてないんですね。で えー、めちゃくちゃ話しかけられる、ずっとその人がずっと永遠に話をし続けているで、それを聞き手側が聞き続けるっていうのは、もうずっとインプットなので、めちゃくちゃしんどいんですね。であの、私たち人間っていうのは、何かを排出することで快感を得る生き物です。例えば、断捨離をしたときにゴミを捨てるときは、ああ、すっきりしたってなるし、まあ、うんこを出すとか、おしっこを出すとか、あと汗をかく。 えー、あとは何ですか泣くとか、えー、あとはわめちゃくちゃ笑うとかあのー、あとまあ怒りにしたらもう思いっきりあって怒鳴るとかでそういうことを排泄をして排出をしてアウトプットをして快感を得るっていうシステムになってるのにずっとインプットばっかりだとめちゃくちゃしんどくなるんですよねだから、あのー、ものすごく話を聞いてあげたいなって思ったとしてもこのバランスが 聞いてあげる話す聞いてあげる話すでもこっちも話すっていうバランスが取れていかないとやっぱその人との関係は続いていかないと思うんですで、えー、と私はどういうふうにそういう,うなところをバランスを取ってるかっていうと自分があのなんかストレスがよりね仕事がちょっと詰まっててストレスが溜まっててっていう時は聞き手側に明らかになれないので えー、そういう時は、めちゃくちゃ話この人は話止まらない人だなっていうのがもう事前に分かってたら、あのー、いえ遊ぶ約束はしません、あのーで。必ず距離を取るようにしてます。で別に、ね、嫌いじゃないけど、私は今聞く容量を持ってない、えーそ。それじゃあなたの話を聞くとキャパオーバーだ。だから自分で調整するっていうことをしてます。か合わない距離を取るっていうことはすごく大事なこと。でまた自分に余裕ができた時に聞いてあげれば。 いいのでなのでそういうエネルギーのバランスをとっていくといいですけどじゃあ話が止まらない人っていうのは何なのかって言ったらあの、まあ、そういう人間なんだけれども所詮その人のことが気になってるっていうことは自分の中にあるものが現実化してるので自分の中にないものは現実化絶対しないので。 自分の中にこんなこういう部分があるんだよっていうのを見せてもらってるのでそれはまあ自分が気づく必要がある、えー、だから例えば別の人にも自分はこういうことをしてしまってないか例えば他人にはしないようにしてるけど家族にはめちゃくちゃ話しっぱなしにしてるとかねよくありますよね女性はあの1日2万語話さないと気が済まない動物なので最低でも6000語って言われてます だからとにかく話をしてすっきりするっていう生き物です。なので、えー、うまく人間関係をやっていくためにはそのバランスを客観的にまず見る。で、俯瞰力を身につけていくといいので、えー、私の場合はどういうふうに俯瞰力を身につけてるかというと常に人と話をしている時でも自分の足の裏に集中してます。 で、足の裏に集中してる時ってあ集中してない時ですね。集中してない時は、ものすごくその話されることに巻き込まれてる。だから、えーと、こういうことがあってね、こうだったの、もうめっちゃ悔しくてって言われたら、それについ同情してしまってる自分がいたり、えー、いや、でも私はこう思うよっていう風につい言ってしまったりとか、えー、ただ聞くっていうことができてない時なんです。自分が俯瞰できてない時で、えー、この人としゃ こういうことをしゃべってるけど、私は今自分が足の裏にいるっていう設定にして、私は今足の裏にいるんですって思いながら聞いてると、まるでテレビの、なんかテレビで、テレビの人が喋ってるような感覚になるので、そんなに影響を受けないんですね。だから、それに対して同情してもいいし、アドバイスをしてもいいしっていう選択ができるようになります。だけど、あの飲み込まれてる時は、もうつい感情でアドバイスしてしまったり、 つい感情で同情してしまったりするからしんどくなるんです。うん、なので、えー、常に俯瞰をするということをお勧すすめしますそのと。そのためには足の裏ね、えー。なんかね、ここら辺で見ようとしても、所詮私たち思考を使う、思考でなんかいろんなことを繰り広げて妄想を繰り広げていく癖があるので、えー、心っていうのはより複雑にするのが得意分野なんですね。なので、えー 頭の方に意識向けちゃうよりも下,下です。下の方に意識しちゃえば、思考ってそんなにぐるぐるしないので、ものすごく自分を俯瞰することができます。えー、なので、ちょっとこの人の話長いなとか、早く終わんねえかなと思ったときは、あ私は足の、ただ今、足の裏にいますっていうふうにしていくと、あのー、ちょっと心の整理ができます。うん、常に巻き込まれないこと、ね。ぜひお試しください。 じゃあ、えー、この話がいいなと思ったら、いいねボタン、しか、えー、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。またね。